アメリカ政府がロシアへの新たな追加制裁を発表し、プーチン大統領らの個人資産の凍結を決定しました。ホワイトハウスのサキ報道官によりますと、バイデン大統領は25日、プーチン大統領とラブロフ外相の個人資産の凍結を決定しました。ロシアの安全保障に関わる幹部の資産も凍結対象に加えるとしています。バイデン大統領は EU 欧州委員会のフォンデアライエン委員長とも電話会談して、ヨーロッパと協調していく姿勢を見せています。We need more action because we are trying our best. We're doing our best. But it's hard to fight alone. ワシントンのホワイトハウスの前では、在米のウクライナ人らおよそ100人が抗議集会を行いました。ウクライナへのさらなる支援を呼びかけたほか、金融決済システム SWIFT からロシアを排除するなど、さらに強固で細かな制裁を求めました。